話インドだ、懐かしい。インド初バックパック、ヒンズー語じゃないかなこれ。チョロあっち行け。うお、いつだこれ、通常自分はほとんど残さないんですけど、北京師範大学に短期留学していた時の証明書が出てきました。1ヶ月だけ行ったんですよね、突然。バックパックのついでにというか、体重が十何キロげっそりと。その時と違うんですけど、これ持ってたんですよね。なんとなくずっと頭になって、結局行きましたね。やっぱ思ってることは大体実現するんですね、本当に。